昨日の放送ではね、人類最大の悩みはこれから暇つぶしになると。まあそんな暇つぶしの中でね、最もこれから豊かになりたかったら大事なのは学びだよという話をしたんですが、今日はね、正反対の話をしようと思います。昨日、学べって言ったじゃん、かもさんっていう声をガン無視してですね、やっぱエンタメいいよねっていうね。 いや、僕あの、全部エンタメに時間使いなさいとも言わないし、全部学びに使うのも、そらね、疲れるよねっていうことで、両方ともいいんじゃないですかっていうことを言いたいだけですよ。僕自身がそうなので、ね、ビジネス書めちゃくちゃ読むしね、日経新聞毎日読むのよ。だけど、たまにはエンタメもって思うんですよ。 これなんか食べ物とか健康もそうじゃない例えば健康になるためにね、いい食材を食べるとかね、よくあの変なもの食べないって、それはいいですよ。いつもね、なんかこう、タンパク質が多めで、脂質が少なくってとかね、あの、糖質を制限してとか、ね、いいものばっかり食べるってそれはいいけれどもよ。たまにはケーキ食べたいじゃん。ねたまにはお団子食べたいじゃん。 僕はラーメンとかもさすがにほとんど食べないんですけれども、たまにはマクドナルドとかモスとかいいじゃん。ねそういうふうに、あの、たまにこのエンタメを味わうっていうのがいいんじゃないですか普段ゴリゴリに勉強していて。それがまたエンタメをすごく楽しいものにすると思うので、そうやってね、少しの言い訳も入れながら人生を豊かに行きたいなと思っていて、 で、まあ、僕はエンタメ大好きなんでね。要は、ネットフリックスとか映画館、映画館もよく行くな。最近見た映画で、これは良かったなと映画館で思ったのは、ゴジラ良かったっすね。ゴジラマイナス1、1.0って読むのこれ。1って読むの。良かったね。神木隆之介くん、最高だった。あゴジラ良かったっすね。ゴジラっていうかね、ゴジラじゃなかった。怪獣映画じゃなかったって言えばいいのか。 これ完全にね、永遠のゼロだった。<laughs> 戦争映画だったので、めちゃくちゃ面白かったので、あの、ゴジラを怪獣の映画だと思っている方はね、反省してください。えー、ゴジラは戦争映画でございますので、人間のね、悲哀とか本当に、なんか、逆に優しさとかぬくもりとか全部入った、素晴らしい映画だったんでね、もし映画館でもう終わってたらね、次ね、なんか配信されるのを楽しみに待っててください。で、今やっぱ何がすごいってさ、 不適切にも程があるだよね。これ、まだ第4話までしか流れてないのかな。僕はネットフリックスで見てるので、テレビで見てないのでね、第4話まで見ましたけど、まあ、すごいね、クドカンと安倍貞夫さんがね、久しぶりに組んでやってるドラマになっております。 まあね、僕はね、神さんがハマってるのを聞いて、僕も見たらドハマりしちゃったんですけど、本当に面白いね。えー、現代2024年に、えー、生きている、小川一郎さん、安倍貞夫さんがやってる役ね、の主人公が19、1986、え、年、ー、昭和61年じゃないか。昭和61年か。にタイムスリップしたり、元に戻ってきたりする中で、このね、昭和の時代と令和の時代の文化の違いっていうもの、バスッと、 ちょっと切り抜いて、本当にコミカルだけど、ああ、確かに、ここって良くなったけど、ここは息苦しくなったよねっていうことをね、描写しているので、今大ブレイクしているんだと思います。まあ、なんか、なんかね、結構女優人がいいんだよね。中リーサさんとかさ、河合ゆうみさんとかも半端なくチャーミング。この女優人の活躍だけでも見る価値あるんだけど、まあ、ただ今日はね、 これ結構今の時代を表している。今の時代を表すために昭和との比較で表していると言った方がいいのかなもちろんね、コミカルな描写としては、まあ19、1986年中学校教師がですよ。もう、バスの中でタバコ吸うのは当たり前。これ吸ってましたからね。灰皿あったからね。で、学校の先生は職員室ではみんなタバコ吸ってるしね。で、野球部では一人がミスすると連帯責任っつってね。全員ケツバットっていうね。 もうそれは当たり前でしたからね。パワハラ、セクハラ、オンパレード。まあ、そんな中でも笑いもあり、涙もありみたいな時代から、えー、現在の令和2024年は、とにかく全てがないんですよ。みんないい人。タバコ吸わないしね。えー、人の悪口言わないし、パワハラ発言、セクハラ発言しないし、暴力ないし。でも、関わりがない。全く人と人との関わりが、 薄れてしまった時代として表現されています。まあ、実際第1話に出てくる、その、上司がね、部下と関われば関わるほど自分の身が危うくなるから、とにかくハラスメントを避けるためには、何もしないで、見守る、寄り添う、っていう表現をしてるのに対して、主人公がバカ言ってんじゃねえって、何寄り添うなんて気持ち悪いよ、って。 ちゃんとお前には期待してるって言って、頑張れっつって、お前ならできるんだって、ケツを叩くのが上司の仕事だろうみたいに主人公がいて、ドン引きするシーンがあるんですけど、完全に鴨頭よし人昭和61年です。東京鴨頭ランド。完全に昭和61年ですね。で、今の時代からすると、そのハラスメント発言ありえないっていう感じのシーンがあるんですけど、その後ね、 あのハラスメントで上司を訴えようとしていた部下がミュージカルシーンで登場して「実は叱ってほしかった」って「他の人は叱ってくれてるのに私だけ叱ってもらえてない私は期待されてないんだと思ってました」っていうシーンがあるんですけどこれさすがくど感だよね。 これ両方ともあるんじゃないですかね。要は、心が折れる、心が折れると言って、弱い人は守んなきゃ、守んなきゃって、社会的弱者は守んなきゃ、守んなきゃって言ってることによって、かえって、社会との断絶だったりとか、人との関わりというものを求める人間の本質が満たされない社会になってるんじゃないかっていうことを表してるんだと思います。お見事な構成だと思います。 で、もう一個思ったのがね、このドラマを見てもらったらわかるんですけど、必ずね、唐突にミュージカルシーンが入るんですよ。もうね、え、なんでここでミュージカルなのっていう。しかもそのミュージカルが、一般的にはミュージカルって自然な流れで感動的にとかね、むちゃくちゃかっこいいダンスとか、なんか心に染み入るような歌詞とかがミュージカルって定番じゃないですか。でもね、この不適切にも程があるの。 ミュージカルシーンって、唐突なんですよ。しかもね、歌詞とかがね、もう普通にセリフなんですよね。でもね、これがこのドラマをビシッと締めてるんだと思うんですよ。で、このミュージカルで何を駆動感が表現してるかっていうと、多様性だと思いました。多様性。要は、えっと、昭和の価値観と、今の令和の価値観って全く 全く真逆なものとして表現されてるんだけど、その二つがバチンと一つになる瞬間ってミュージカルシーンだけなんですよ。あとはずっと対比だし、なんなら VS。対立関係にあるんですよ。二つの価値観が。でもその価値観が一つに溶け合うシーンは全部ミュージカルに表現されてる。これ今のね、うん、とアカデミー賞を取るようなドラマだったりとか、映画だったりとかね、舞台だったりとか、 あと、まあ、あの、何したっけ西野さんが狙ってるブロードウェイ。ブロードウェイとかのトニー賞とかもそうだと思うんですけど、やっぱりね、多様性なんですよね。今っていうもの、今を表現するには多様性で、その多様性を表現するのに最も適しているものは、歌なんだなっていう。歌とダンスなんだなっていうふうに思いました。まあ、考えてみれば、歌とダンスというコンテンツは、最近生まれたものではないんですよね。 なんならまだ資本主義も生まれてなかった時代から歌とダンスはあります。国という概念すらなかった時代から歌とダンスはある。まだ人々が集落とか集団とか文化とか国とかそういう仕組みを作る前から音楽とダンスはある。つまりこれね DNA レベルのもの。そこに 多様性というものが内包されている。まだ人類が戦っていない勝った時代からもともと持っているのが歌とダンスなんだなっていうふうに思いました。だから歌とダンスがあれば本来対立関係にあるそんな人間同士も繋がることができるっていうある意味ねエンターテインメントが表現している最も最古古いが最も長く続いている価値観。歌とダンスで人は お互いを受け入れ合える多様性というものを表現しているというところがね、なんかね、面白おかしく描いてるけど不快、深いなこのドラマと思ったので、ぜひね、不適切にも程がある、そんな視点で見てみてください。<laughs> ちなみにカモガシラは昭和からタイムスリップしてきた人間でございます。 今日はね、多様性、価値観を受け入れるためには、実は歌とダンス最強だよっていうこととかね。まあでもね、もういい。そんなに難しく考えなくても。不適切にも程がある。見てちょうだい。もうこれ見ればね、いろいろ感じるものがあると思います。深いよ。このドラマ深いよ。笑えて深いって最高じゃないですか。ぜひ見てくれれば、皆さんの中でもいろいろ考えることがあると思う。感じるものがあると思うので、コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。 ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、い,いねー